まあ、暑い。本当に暑くて死にそうぐらい。次キノコだ。こんばんは。スティックさん、カンさん、ヤシタンさん、ありがとうございます。ちょっと暑くて、でもちょっとちょっくらなんか行きたいんですよ、どっかに。そう、ちょっくらね、ちょっとお買い物、買い出し行きたいから。そうそう、で暑いじゃん。でなんかちょっと普通に軽い感じでなんか着られる、あの暑くないやつどういうかなと思って探した結果これがあって。でもこれは寒、私中1中2 2年前とか、これ結構でも安物だったんで、ここがゆるゆるなんだよね。こういう、まあこうやってね、あったら便利だから。そう、結構ここビロン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 だから、ちょっとね、もう出かけてるほどでもないんですけど、ちょっくら。ちょっくら。買い出し？なんかいろいろ買わないといけないもの。月始めはね、買わないといけないものが。ないけどね、そんなに。買わないといけないものなんてないんですけど、なんか買わないといけないものが、シェフっぽい感じで。熊、私ほんと熊すごいんだよね、なんかね、やばくないかも。こっちもクマがすごいね。でももしかしたら学校の子に会うのかもしれないから、ちょっとだけね。そう、ちょっとだけね。でまあこれはでも帽子するからどうせ分かんないんだよね。白の帽子か黒の帽子どっちにしようかな。ちょっと充電止まるまでショールームしようかなと思ってて。だったら嬉しい、まあ、人によるけどちょっと恥ずかしい、照れちゃう、アウト。そう、充電がわりかし溜まったら出かけたいなと思ってるんですけど、白にしようかな、夏だしね。うん、充電何パーなのか分かんないけど、私が買いたいものは何個かあって、まずドライシャンプー、ケープぐらいかな、欲しいのは。あとは普通にお菓子系、ドライシャンプーとケープを買います。そう、ケープはね、でちょっと歩きで、ドライシャンプーとケープかな、欲しいの。あとお母さんにちょっと頼まれたやつをちょっくら買って、あとスプレーが欲しくて、
そう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 、だからちょっくらちょっくら買い出しに行ってきます。でももう3年生部活ないから、そう3年生部活ないから多分3年生には合わないんじゃないかなって、まあ会うとしても塾の子とかかな、塾に行く子とか。2年生かな、合うな、1、2年生かなって思ってるんですけど、私の1年生ね、めっちゃちっちゃくて可愛いんだよね。そう、なんか結構なんかさ、あれじゃん、その学年によってもっていうかさ、この学年この年の1年生は身長高い子多かったよねとか、この年の1年生は身長低い子多かったよねとか多分あると思うんですけど、今年の1年生は本当にちっちゃくてベビーちゃんです。みんな可愛い。私はね、入学した時から割かし高めな感じだったんで、そう、男の子も女の子も小さいから可愛いんです、小学生みたい。そう、私はね、割かし身長高めな方だったんで、入学した時から。ほんとに私今の1年生で高い子を見たことなくて、みんな私より低い、男の子も女の子も。うん、まあまあ、三井物のピノが美味しかったですって。マジ？なんか MK 何も食べてないまだ。あのスタバも飲まなきゃ、スタバも飲まなきゃ、もう飲まなきゃっていうね、スタバも飲まなきゃ、追いつけない、秋追いつけん。葵ちゃんさん、ありがとうございます。私は162だったんですけど、入った時って書いた時、入学した時は159とかかな、そうそう、入った時は159とかだったから、この3年間で3センチ伸びました。拍手だ、本当にすごい、3センチ伸びた。そう、伸びたでしょ、女の子にしたら伸びたと思うんですよね。でも3年間で3センチって言われたら1年間で1センチかと思うよね。花よったかなちゃんちゃん、そう、でもね、でも朝違うんです。私朝起きてたらね、身長150、あ、間違え、164とか5とかだね。だから多分ちゃんと、もう起きた時の身長をずっと保ってたらあれだね、164とか5とかだから結構大きいかも。昨日カフェに行ったんだね。そう、カフェに行きました、リニリンガと、あの配信の後カフェに行きました。カフェ、そうそう、カフェ、カフェ、そう、夕方になるにつれて縮むよね、身長って。しぎ骨がね、たまね、あの背中が丸まるから、加入当初からロッキーちゃん最初に変わってそう。それな、いくのちゃんとか絶対今4、5番目ぐらいじゃない。リアちゃんちょいちょい100、え、じゃあ結構伸びてるんだね、リアちゃんって2センチぐらい、すごい、1年間です。あー、めっちゃ鼻声今日、なんか自分の声が変、なんかここに、なんかやだ、なんか気持ち悪い。あ、そう、重力かかんないの多分、横になってるから、そういうこと。うん、そっち、フレンチトースト食べた。なんかもともとなんかね、そう、リンリンリンカがあそこの店に行きたいって言ってたのが、なんか
切ってにあったらしくて、じゃあそこ行こうって言ってたら、なんか閉店してます、閉店しますみたいな、2月19日に閉店しますみたいなね出てて、でもリリリンカはなんかそこが良かったらしくて、パンケーキが食べたかったらしくて、でそこのパンケーキしか惹かれるものがなかったらしいのね。そうなんか惹かれるものがなくてって言ってて、リリンカは何もいいよみたいな感じで言ってたんですよ。ちょっと悲しそうだったんですよ。めっちゃ閉業してて、そう閉業してて、なんかね、なんかもう、あ、じゃあリンカはいいよもんどこでもみたいな、ちょっと悲しそうで可愛かったです。でなんかパンケーキが食べたかったらしくて、そうでも閉店してたコーデュレカフェがもともと切ってんで、それが閉店してたんですけど、それ大名にも同じのあるみたいな、そうそう大名にも同じのがあって、そっちに行くって行って、そっちに行きました。閉店しちゃってたから2店舗目があって、多分移転したのかな、そんな感じじゃなさそうだったけど、多分なんか2店舗あって片方閉じたけど片方はまだやってるよみたいな感じだったから、そっちに行って、そう調べたら出てきたから、こっちに行って、移転じゃなくてね、多分もともと切手と大名にあったんですよ。大名っていうか天神、こう2つ店舗があって、片方がもう閉業しましたみたいな、閉店しちゃいました。 でこっちはまだやってますよみたいな感じだったから、こっちの方に行って、そうしてたらしい。でフレンチトーストも食べて、私はフレンチトースト食べて、リニリンカはなんかあのパンケーキ、バナナパンケーキを食べてましたね。あ、くしゃみでさ、そうでもよかった。めっちゃね、あれ美味しかった、フレンチトースト。なんかサクサクしてた。でもあれはコーヒーと一緒に飲んだらいい、よかったなってちょっと後悔。なんかコーヒーと絶対一緒に飲んだらなんか、あ、なんかちょっと甘かったんですよ、フレンチトーストだから。だからちょっときつくて、オレンジジュースだったんですけど、コーヒーとかにして飲んだらよかったと思って、ちょい後悔。そうコーヒー、なんか甘いコーヒーとか、コーヒーそのものは飲めないけど、でモカとかラテ、バニララテとかもあって、そうなんか甘々だったから、そうでも美味しかったよ。でフレンチトーストね、もともとね私なんかどっかあったんよ、あのファンタエスプレッソと博多っとってやつと、
もう一つなんかどっかにできてて、新しくそこにね、行ってみたいと思ってたんだよね。けどあそこも美味しそうだったからフレンチトーストなんだ。サンハッチさん、今26%やった、もうちょっとしとこう。 26% 10年が 26%。 なんかね、昨日ねお友達と遊んでて、私お友達と遊んでて、なんかで、なんかやっぱお友達と遊んでたら結構ノリでなんかしちゃうことが多くてそう、ノリでその場のノリテンション感で結構しちゃうことが多くて、なんか遊びたいなっていう感じ、話になった。私がなんかちょっと遊びたいなと思って、誰かと遊んで、ちょっと私も友達作りたいから誰かと遊ぼうかなと、遊びたいなと思って、友達になんかさ、今ってまだ大丈夫かなみたいな、誘っても、そう、今ってなんか遊びに誘ってもなんか来れるかなみたいな感じの話をして、まあ、行けるんじゃないみたいな、そう、受験シーズン、まあ、私もなんだけど、なんか私分かんなくて、あまりそういうのが、そうで、なんかもう誘って結構もうその場のノリで、このめっちゃ前に一回遊んださ、あの私がね、ちかわいいって思ってる子がいるんだよねみたいなさ、子がいるって言ったじゃん、なんかそう、めっちゃ可愛い子がいてみたいな、一回前遊んだんですよ、4月5月中盤ぐらい半ばぐらいなんかいたでしょ、そういう子が。その子に遊びを誘ってみたんですよ、私が2回目の。でもまだ全然既読ついてないから、ちょっと嫌だったかなって。でも本当にそうし、もうなんか嫌なら多分誘われきれない、断れないじゃん絶対。私なんか断り、なんかさ、断れなかったら気まずいかなとか思って、送信取り消ししようかあんまでも悩んだけど、わかんないじゃん、なんかなんとなくね、ちょっとそういうけど、まあそう、私友達いないで自分が誘わないとさ、誘ってもらえないから。だから遊べたらいいなって感じですよね。返信がまだ全然来ない。結構昨日もね、早めに送ったんだよ、夕方とかの。だからもうちょっと着いたら向こうかなとか思っちゃってるんですけど、あ、もうちょっと、あの、もうそろ、連絡ついてもいいかなって思ってるんですけど、まだ来ないですね。で、ちょっと、まあ、泣いてないんだよねとか言ったらどうしようかなとか思って。だから、そう、遊び
断られないかなって。そう、そう、あとね、なんかあのなんだろう、あとね、あれです、あ、服をね、消化しきれてないの私だから、そうそう、消化しきれてないからね、服を、今年買った服からそう、行きたいなって思ってます、遊びに。で、ここね、なんかね、ガサガサ、ガサガサができた、なんか赤のかさぶたみたいな、めんど、めんどいめんどい、できちゃった、痛いんだよね、しかもこれ普通にここね、ほら、なんかあるでしょ、そう、なんか、なんかできて、できんの、右目の、え、それについて話したい。私、右目のまつげね、あの、生えてたのね、そこそこ、そう、入ってきて、やった入ってきた、よっしゃーとか思ってたら、また抜けてないことはないんだけど、全然なくて、多分ね、まつげの周期で抜けちゃったんだよね、きっと、せっかく生えたなと思ったのに、そう、抜けちゃって、悲しい。そう、抜けちゃいました。てか私、遊び行くのはどこ行こうかな、なんかあの友達、その私が可愛いなって思う友達、カフェとか無難だよね、普通に。カフェが無難なんですけど、カフェ行ったら写真撮ってもらいたいなって思うけど、ちょっとさすがに恥ずかしくて、だからでも私が撮ってあげるよって言ったらさ、その流れでさ、私もお願いとか言って行けそうじゃない。前回は映画行ってカフェ行きました。うん、そう、写真撮ってって言えなくて、彼じゃねえ、ペイメイドも行けない、行かないといけない、それはボスイズで遊ぶか。そうそう、前もね、相手の子がどういう服着てくるか分かんないから、なんか相手の子がどういうさ、服のタイプか分かんなくて、めっちゃガーリー系とかだったらそういう服に合わせるし、ちょっとカジュアルだったらそれに合わせるし、ストリートだったらそれに合わせるしとか思った、私なりにね。そう、メイクもどうしようかなって、薄めにするかがっつりするかなとか、でも相手の可愛いから薄めにしたらなんか、なんか嫌だなとか思ったりさ、めっちゃ迷った日、めっちゃ迷って迷って、結局普通のメイクしていきました。でお母さんにこのアイシャドウあげる、私のアイシャドウ結構ないんだよね、これでも割りかし使った。そう、めっちゃ可愛くて、その子めっちゃ可愛くて、私の最近のアイシャドウ、急に
なんかこのアイシャドウは色がなんかね、最近ねあのメイクの種類がねを変えて、なんかベースあのここの二重の時はここ塗ってたんだけど、ここには塗るのね最近、ここの上まぶた、そこにこの一番薄いの色を塗るんですけど、一番薄い色はなんかあれでした、結構ピンクだったから目が腫れてみるの。でもこっちはピンクに見えるけどベージュだから、そうこっちは良き、だからこっちのアイシャドウは私のお母さんにあげたいと思いますっていう、ただのそういう紹介です。アイシャドウめっちゃ欲しいんだよね私今、何個も欲しい。うん、でもさ、なんで学校と人見知りしちゃうんだろうと思って、なんか結構なんか昨日友達とね、あら友達となんか話してたんですよ、なんかテレビ電話みたいなことしてて、テレビ電話じゃん、普通に電話してたんだ、電話しててなんかで、なんかね、そうそう、人見知り発動しちゃうのよどうしても学校で、なんかそれでもそう、あの悩みね、ここから私の悩み、そうだやっぱ新学期始まったし、やっぱ人見知りをしてしまうんですよどうしても、学校だったら恥ずかしいなみたいな、恥ずかしくて人見知りしちゃうんですけど、なんかでも昨日なんだろう、私から話し行くこともないし、人見知りっていうかまだ話してないから、私から話しかけに行くってこともないし、相手の子から話しかけに来てくれるってことないから、多分まだ人見知りなんだけどっていうね話。でも昨日普通に電話してたか、電話してたんですよ、数人で電話してて、クラスの子とか、まあ、同学年の子してて、その時はわりかし行けたのね、知らない子結構いたけど、何人かしてたから、そう知らない子わりかしいたけど、その時は行けたのね。でも学校にいたら急になんかマジいおとなしい系のなっちゃうから、でもそう、もうなんかあれだったね、あのアドバイスもらったのは、私のことをなんか知らない、多分みんな知らないから多分話しにくそうって思ってるんじゃねみたいな、多分ちゃんと私がなんか関わりを持てたら多分ね大丈夫なんですけどね、そうそうそう、ではね、まあ、今週からまた学校も始まるんで、ちょっと心機一転頑張りますか。学校始まって2週間目かな、 Google 理不尽子が試合点に出ていいですかね。でもさ、まあ、まあまあ、でも初めましてするとき、なんかと私と友達とそう初めましての子とかがいたら、絶対に不尽の子はで、あの例えば相手の子が私が違いっていうこと知らなくてみたいな、そうなんかあのアイドルってこと知らない人も何人かいるんですよ、結構同じ学年の子でも、なんかまあとりとか後輩ちゃんとか知らないわけじゃん、絶対に私がそうしてることを、で友達私あ初めましての子となったら、絶対にみんな最初に
あのアイドルやけんこいつみたいな、こいつアイドルやけんみたいな。でもさ、なんかさ、やっぱさ、なんかアイドルとか言われちゃったらさ、あの関わりにくいかな、もしかして関わりにくかったりするのかな。こいつアイドルだぜめっちゃ男の子っぽい、その小五派アイドルしとるけんみたいな、この子なんて言ってるわけな。じゃあもしみんなあの真剣に考えてね、もうはい、あのこれはまあ自分が中学生に戻ってください、中3に戻ってください、タイムループしてください、今から。はい、そこでまずあのまあクラスに一人アイドルがいますみたいな、クラスに一人アイドルがいます、その子めっちゃおとなしいです、めっちゃおとなしいです、もうあのクラスでも常にぼっちです。でもなんか友達と話す、あーまあまあねっていう感じで話しかけに行こうってさ思う、あてかフォロワー増やしたいな、フォロワーってかファン増やしたい、学校にファン増やそうかな、学校にファン増やしたい。え、かわいいみんな、なんかかわいいみんな、なんか、はい、じゃあみんなも、じゃあ真剣に考えてね、ほんとに。はい、クラスにアイドルが一人います、そうか、おとなしくてクラスでもあんまり話さなくて、まあ、ぼっち的な感じでみたいな、でちょっとそう私話しかけにくいのかな、これって、こういう状況、それ私から話しかけに行かないともんな、もう始まんないね。でも普通にあのあれだね、あの藤野告白って Google で調べられたらちょっと私は気まずいです、もうブスのやつしか出てこないから。なるほどね、消しゴムを落とす、消しゴムを落とすか、公園来てよっていう、あ、じゃあ逆に距離の詰め方、あのどうやって仲良くなろうか、あのうん、アイドル好き、私のファンにならない、話しかける前に小論とか先生、それはちょっとやばいっすね。そんなこと言われたら答えられる自信ないかも、確かに距離の詰め方やばくない？アイドル好き？私のファンになる？あ、教科書忘れたから見せてっていいね。でもそれね、席くっつけないからあげる。
今の感覚あれば普通に話す学生時代の自分、確かに握手会来て。でもさ、なんか中学生に出せれるさ金額じゃないじゃん、なんか公園とかさ多分交通費とかもかかるし。目が合ったらニコってするとか、あー了解、目が合ったらニコってするね。え、まあそれは初級じゃないけど、もうそれは私もいけるわ。目合ったらニコってする、了解。キュン、でもさニコって、あ、目やってニコってされたらキュンってくるし、結構キュンとしたんだけど、そういうの。あーマジ鼻水止まんない。昨日が本当に止まんなくて、なんか夕方になるとめっちゃ友達んちのさティッシュ消費しちゃったもんね昨日。なんかね急にね来たの、風邪なのかな、熱はないんだけど。あ、いや、そう、今日ちょっとコメント読もう。そう、目やったらニコってしてつろつろもつろクラスの人をつるぞ、なんという考えだ。でもさ普通にさ、なんか目やったらニコとかさされたらさ私好きになっちゃうもんだ、自分がする、あの自分がしてそうなるかは別として、私がされたらキュンってくる。いや、どういう、あの、ニコッか分かんない。で、私それしちゃうんだよね、目あったら、目あったらそれしちゃうから。やっぱ教室レスしようか、レスしとこうか、とりあえず。女の子の友達作りたいの、そう、女の子の友達作りたいの。なんか一緒に遊びに行ける友達が欲しくて、高校生になっても。そうそうそう、朝の元気のおはよう、分かる、分かった、おはようね。私いつもおっはーって言っちゃうんだよね、なんかこれ絶対やばくない、なんかおっはーって言うの結構やばくない仲いい子とかおはようって言ったおっはー、じゃあ自分からおはようって言わないか、確かに。でも私多分これが一番ダメなのね、あのおはようおはーって。そう、友達とカフェ行って写真撮りっこして、めっちゃ多分友達とかもさ多分なんか映え系気にするじゃん、 SNS とか多分やってたりするのね、非公開アカウントとかで、知らないけど。だからやっぱそれに乗っけるとき、おはよう、オッハーをやめましょうか、とりあえずおはようってよ。オッハーやばいね、確かに。おはよういるかな、私。
はよう作戦だよ。分かった。で帰るときはバイバイ。バイバイとおはよう。いやマジは昨日やばかったぞって。やばかったことないよ。はあ、とりあえず友達を見つけます。今は、どうしようか。もう逆に友達作らずに、なんかもう卒業するっていう手もありかなって思ってきちゃった。なんでできなくなっちゃったんだろう。私2年生になってから急激にできなくなっちゃったんだよね。1年の時結構うるさい方だったんだよね。わりかしわりかしうるさい方面だったんだけど、なんででしょう。なんでかね、わかんないよ。なんかこう画面動かんくなっちゃった。14日にそれを4人目で。え、あれかいんの、りあちゃんとぐっちと私とみないいるってこと。いいね。はあ、終わろっかな、そろそろ。ランキング、13位ペッシさんありがとうございます。12位フェンリルさんありがとうございます。11位ただの魚さんありがとうございます。10位ステックさんありがとうございます。9位サイニャンさんありがとうございます。8位、クチンさんありがとうございます。7位シミシミさんありがとうございます。6位博多の細麺さんありがとうございます。5位ダイさんありがとうございます。2位マウくんさんありがとうございます。3位カベチョウさんありがとうございます。2位リカさんありがとうございます。1位アオイちゃんさんありがとうございます。さよなら。さよなら。ちょっと明日またね報告するから、心境報告。友達ができたかできないか明日一人作ろう。1日一人ぐらい作っていこうかな。ありがとうございました。あ、じゃあ帽子かぶろう。私どっちの帽子にしようかなっていう。帽子、この帽子にするか、この帽子修理しよう。夏だし修理行っちゃおう。白がね、何やかんや一番使い勝手がいいから、多分こうしたらちょっと緩くして、どっちがいいと思った。白が黒、白だよね。
黒って言われても私は白にするよ。ごめんだけど。こんな感じで。はい、行ってきます。さよなら。